春前の氷が溶け始めた、マシューコ2008年3月16日撮影用3冬の川湯温泉津別峠から見た、クシャロコテシカガ町は、北海道釧路総合振興局管内の川上郡にある町である。釧路総合振興局の北部に位置する。釧路市から北約80キロメートルに位置。地理的には、釧路総合振興局に属するが、地勢は、 おほうつく総合振興局に近い。陶器の冷え込みは厳しい。川湯では空気中の水分が凍ってキラキラ光るダイヤモンドダスト現象が見られることがある。アイヌ語の手かかに由来するとされる。この名称の解釈は諸説あるが、アイヌ語研究者の山田秀蔵は多くの道内の地名における手が岩盤が川を 矢のように横切る様を指していることを指摘した上で、当地で釧路川を横切る岩盤のことを指したのではないかとしている。なお、後ろに蚊が二つ連なっていることについては、岩盤のところのその騎士という意味合いで二つ付けたのではないかとしている。このため、この解釈に沿った場合、岩盤が川を横切っているところの騎士というような意味合いとなる。 屈舎の古端遺跡をはじめ、町内各所に、縄文時代の遺跡が残されており、古くより人が暮らしていたことが分かっており、その子孫が、現在のアイヌ民族と考えられる。江戸時代には、テカカや、クッチャロなどに、アイヌが集落を形成して暮らしていたことが、松浦竹四郎などの記録に残されている。その孫右衛門が、政府の許可を受け、1876年から、 伊王山の採掘を始める。翌年には採掘を開始したが収益が上がらず、伊王山は函館の銀行家、山田誠によって買収される。その後所有権は安田財閥の安田善次郎に譲渡され、1887年から伊王の採掘を開始。1888年には輸送のために北海道で2番目となる。 串路鉄道が、伊王山しべ茶館に付設されたが、乱屈により、資源が枯渇し、9年後の1896年には、創業を停止した。1880年には、さらしな次郎が入植し、農業を開始した。1897年には、村の大部分が、皇室のご両輪となり、1898年に、農業指導者、 小田切英三郎が着任。農業と畜産を行い、多くの移民を受け入れた。主要産業は観光と落農。抹州湖、屈舎路湖、マシュ温泉、河湯温泉が主要観光地で全国から多くの観光客が訪れる。本州からの移住者も多い。2010年10月1日現在2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で、 人口零人の消滅集落となっている。手鹿が高等学校末修駅、ミラオ山にあった、ビラオスキー場末修古展望台から見た、ビルは川ワゴン温泉重要無形民族文化財、天然記念物手鹿が調指定文化財現在は、建物が、道の駅の一部となっていて、外観だけが、当時の状態で残っている。ダイヤモンドダストイン川湯のイルミネーション。ありがとうございます。